メール症候群、親指でしか語れなくなった。指先が動いてしまったのだ。無機質な凹凸に触れるだけで整然とした文字が手に入ること。まっさらな紙の緊張や、そこに落ちるいびつな文字との格闘をして、いつでもリセットできる言葉を小さな画面に書き続けている。いつの間にかあなたに語っているのか、手の中の忠実な画面に語っているのか、小刻みに声が親指にしか分からなくなる。増殖をやめない文字と向き合ううちに、頭から画面に吸い込まれる気がして、 4×3 センチ四方の世界が唯一と溺れそうになった私は、次第に黒煙に縁取られた漢字の輪郭が崩れていき、張り巡らされたシナプスがプツプツと切れる音を遠くに聞きながら、それでも携帯のディスプレイを握りしめる右手首や、7歳の時に刺した鉛筆の芯が今もじっと私を見つめる。ミスキャスト、突然放り込まれてしまった。病院の待合室に座らされ、時計の針が無表情に進むのを昼メロのデジャブのように眺める。ママごめんね。バイクとともに宙を飛んだ君は、かすれた声の一言で幕開けを告げる。どこにたどり着くのか動き出した脚本は、私の知らないところで勝手に書き換えられ、大腿骨と骨盤まで粉砕されていた。受け入れなきゃ、繰り返し唱えて、トゲが突き出た光景を無理やりごくりと飲み込む。まだ現実の厚みの中でしか泳げない私は、ストレッチャーから差し出された手をぎこちなく握る。弱々しく絡めてくる長い指の毛、光や瓶になった窓の向こうに灯る赤の点滅、頭から流れ落ちるインフォームとコンセントが胸まで浸水して、口をパクパクさせてもセリフがうまく出てこない。マリアを演じなければと自分に生かすように、生贄の台に向かう君にそれぞれしく叫ぶ。これも学びだから。震えてる子羊は私だった。ありがとうございます。